はい、最初のやつは何やったら Oh babe! やばい、こんな感じよ。こんにちは、サンダビオリの山美です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日はですね、あの三田市中央町にあるステーキ食堂マッセさんにお邪魔したいなと思っております。前にも一回行ったことあるんですけど、あの今回はあのこの夏から、マッセさんビアガーデンをね始めたということで、オーナー直々に連絡がありまして、ぜひ取材してくださいと。そういう影響力を持ってきたね、俺らもね。なので、そのね、ビアガーデンに行ってこようかなと思います。まあ、前までというか、まあ、今もでしょうけど、基本はお店の中でお肉をいただくっていうスタイルなんですけど、お店の前にあの広いデッキがあるんですよ。多分そこがビアガーデンスペースになってると思うので、まあ、僕もちょっとまだ行ったことがないんでね、どんな感じになってるかっていうのもちょっと楽しみなんですけど、まあ、その辺も含め、皆さんも楽しんで見ていただけたらなと思っております。はい、行こうか。もう暑いし、行きましょう。はい、いいよ。浴びてるだけで汗がね。このマスクがまた、うん、マスク焼けしてしまうて、最悪この紐の多分跡もちょっとうっすらついてるぐらい。あのね、僕もなんですよ。昨日淡路島に釣り行ってて、でそれで完全にマスク焼けしました。やばいっすよね。でも結構多分いると思いますよ、あの悩みをお持ちの方。どうしたらいいんやろね、これね。えもう上から焼くんかな。いや、もうだからマスク上につけて、こんなマスクっていうの。そう、逆マスク、逆マスクでバランス取るみたいな。そういうことですね。確かだって完全もうなんか鷹の爪弾みたいになってますもん。あれなんか知ってる人いるかも。あ、やっぱり手振っといた。誰？小屋ちゃんじゃないですか。やった。裏側を取れる。ちょっと熱いんで一旦中入りましょうか。はい、ね、こんにちは。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 あ、涼しい。あ、涼しい。あ、久しぶりです。はい、こんにちは。こんにちは。あのマッセの加藤さんです。はい、こんにちは。じゃあお願いします。お願いします。飲み放題プランの場合は、この左上のこのスペース以外のものは全て90分間飲み放題ですね。そうなんです。なので、あとハイボールはウイスキーをあちらに用意してますので、おっしゃっていただいて、この通常のハイボールでしたらこの炭酸で、ジンジャーハイボールでしたらこっち辛口で、普通の甘口のジンジャーとかコークハイとか、なんか好きなように割ったりするのも好きなようにやっていただきます。はい、こちらのサーバーを、瓶をここに入れてください。あ、そんなんできるんや、すごい。お、これは楽しい映画撮れるんです。すごい。扇風機の冷蔵庫の前にできるだけこう、沿わせ、沿わせて入れた方がいいです。斜めにして、で手前に、あ、沿わした方がいいです。もっとくっつける。そうそう、その方が泡が出にくいので。意外と簡単に出ますね。でそのままで、あとは奥にちょっと押して、で量だけ調整しながら、おい、フライング。最後が何や今の。あの思ったよりちょっと軽かったんで。そうです。なるほど。奥がね、軽いぞ。いただきます。はい、お疲れ様です。はい、乾杯。マスクのままが持ってる。引くね。あ、うまっ。やばいですね。ああ、
うまい。夏はビールやね、やっぱね。ね。うん。おお。セミの声とともに。ちょっと涼しくなってきた。かなり。ね。かなり涼しいですよ。マネージャーたちが。え？お前。お前。ちょっと流して BGM になってる。それがなったら取りに来てほしいんですよ。はい、おお。すごい。そのシステム。これ押したらちょっとなるんですよ。ファミレス？すごい。まあまあ、そうです。あの一般的にはお客さんがこれを押して私が入ってくるんですけど、まだ逆なんですよ。逆。面白い。なんか私が呼ぶっていうファミレスの入り口入ったような感じでしたけど、そうでもそんな感じです。あとはフードコートみたいな。ああ、なるほどね。そうなんです。食べっぱなしでいいって感じで。いや、持ってきてでも多いです。あの食べた後は持ってこない人は。ああ、まあ最後あのもうじゃあまあ基本セルフですもんね。そうです、はい。で虫除けもあるんで、ここでするんやったらあの中は大丈夫ですけど、あの一応やっといた方が。確かに、やりましょう。はい、わかりました。私は痒くない。どうしも、どういろいろ、いろんな要素が渋滞した今の動画。あのとこにめっちゃいいな。え？早い早い。お待たせしました。はい、どうぞ。牛タン、あ、ハラミ。めっちゃ自信なさげに。あ、こっちがハラミ。そら、こっちが牛タン。またなったね。お皿買うのちゃう。え、どうやって、どっか押すとこないよ。あ、ないわ。なんかまた呼ばれてます。ちょっと今回の動画ね、渋滞しすぎです。あの撮ろうと思ったやつの時に違う要素がめっちゃ来るんで、もう全然うまくいかん。いや、情報量多い。そう、情報量多い。渋滞した感じでいいよ。グダグダや。一番長編になるんじゃないですか。いやいや、もう。うわ、美味しそう。美味しそうよ、これは。切り分けます。バランスですよ。すごいね。大丈夫？早い早い。もうつまんでるわけですか。このお肉は何じゃないですか。ハラミと牛タンです。ハラミと牛タン。ハラミ大好き。美味しい。美味しい。もう撮影会になってる。それも肉の。肉の。肉の撮影会。肉の。肉。肉の撮影会が。ああ、いいね、その食べ方。いいね。いねいただきます。胡椒っていうのを、お塩ちょんぐらい。もう笑けてくるんですけど。胡椒だけ。はい、じゃあ。ワンバン、ツーバンぐらいです。はい、胡椒と塩。食レポ。胡椒いきましたね、だいぶ。つけすぎた。あ美味しい。美味しい。うん。美味しいですね、めっちゃ。ありがとうございます。はい。はい。はい。持ってる。美味しいです。はい。誰も不幸にならないこと。うん。トッキー取るで。はい。取るでちゃう、食べるで。あ、どうぞ。はい。何も言われへんけど。何も言われへん。なんか言って。花見はこれがいい？それまあまあもしようでもいいですけど、それを乗せて食べる。いや、私箸がいい。せやもうね。シャッターチャンス。上にあの食べる素材をちょっと乗せて食べたら美味しい。今にちょこっとコメントしながらおろした玉ねぎを乗せて食べる。こんな俺が思っていく。久しぶりだ。ちょっとグラグラしますけど、柔らかくてジューシー、オッケーなんで。一応100キロまでオッケーなんで。やばい。よく過去一散らかってる動画になってる。大変大変。え、タイキックボクシングでしたんです。そう。マジですか。はい、タイでムエタイしてたんで。
そのムエタイを、はい、生かすために日本に帰ってきてキックボクシングを。おーすごい、うん、ボクシングしようかと思ったけどやっぱり蹴りが欲しい。あー、うん、蹴りが欲しいってなるからキックボクシングじゃないとね。そうですよね。あれこの流れはもしかして、はい、ありがとうございます。もしよかったらすな返そうとすな主人。あ怖い、はい、いきますよ。結構怖いどうでしょうかいい音だった。快感目覚めた、ヤマさんが目覚めたちょっとすごいっすね。いやでもすごいっすね本当に。いやいや そんな本気ではやってないんですけど、ごめんなさい。思ってた5枚ぐらいおらしておけるかなこれはい、今日はステーキ食堂のマッセさんのビアガーデンにお邪魔しました。ちょっとだいぶどちらかった動画になっちゃったんで改めてちょっと、はい、あのおさらいというかちゃんと聞こうと思うんですけど、はい、ビアガーデンはもう始まってるんですか。はい、形は7月の1日から始めてるの。始まってて、いつまでとか皆さんのご要望がある限りはやろうと思ってます。もうじゃあ9月10日全然、まあ、寒くなるとあれですけど、まあ、こう外で過ごせるぐらいの時間はやろうかなって、ね、はい、料金なんですけど、はい、あのさっき飲み放題とかそうじゃないとかってあったと思うんですが、はい、なんかそういうプランがあるんですか。はい、飲み放題食べ放題のプランは、はい、90分で、牛タンハラミ食べ放題飲み放題ついてカレーとサラダがプラスアルファつくというプランで、うんうん、5000円でやってます。それ以外のちょい飲みビアガーデンとしては、はい、ドリンク1本と牛タン2杯目はドリンク1本と、うん、牛ハラミ、うん、3本目はドリンク1本に宮崎牛がつくと。お、宮崎牛のローストビーフを想定してます、はいはい、ローストビーフか、まあ、たたきを想定してるので、うんうん、3杯目まで飲むと、うん、急にあのスモーキングが出てくるですね、はい、ちょっといい感じですよね。だいぶいい感じです。それでおいくらに。それで1000円です。あの1本につきドリンクとお肉がついて1000円で3000円分でかなりだいぶ良くなる。ああそうですね、いいですね。はい、あのまあその食べ放題飲み放題でがっつり飲み食べするもよし、はい、ちょい飲みで来るもよし、はい、あのやっぱり夏はねビアガーデンですよね。そうですね、はい、なんかこんなディスタンスで喋っててちょっと違和感ありますけど全然大丈夫です、はい、あのちょっとこれからも楽しんでいきたいと思います。はい、はい、ではあの今回の動画はこれで終わります。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。I've lived long day, I've lived long day, I've been moving along.